日本にロシア人スパイは80人、捜査のプロが明かす、スパイの見分け方、とは、プーチンは KGB を志した理由について、日本で暗躍した工作員、ゾルゲに憧れたからだと語っている。そうした歴史上のスパイが活動した旧ソ連の時代から、彼の国は我が国で情報を活発に行ってきたのだが、検挙されることはほぼない。何が捜査を阻むのか、 カチマル・マドカ・サトシ、遠隔、新は1990年代に警視庁に入れ調子、2000年代初めから数年前に退職するまで、一貫して公安部外事課で勤務してきたスパイ捜査のプロだ、以下、そのカチマル氏がロシア、スパイの実態を明かしていく。まず、ロシアには情報機関が全部で3つあるという、KGB からの流れを組む SV、R、対外情報庁、 FSB、連邦保安庁、さらに、軍直轄の独立情報機関 GRU、軍参謀本部情報総局、です。日本国内で活動する人数は、全体で80人程度、内訳は SVR40 人、GRU30 人、FSB10 人といったところです。任期は2から3年ですが、5年間滞在する者も,もいます。スタイのやり口は、 スパイは表と裏の顔を使い分ける。ゾルゲにはドイツ人ジャーナリストという表の顔があったが、FSB は全員、外交官、の肩書きでロシア大使館に在籍しています。SVR と GRU も、その半数が大使館所属の部官などの、外交官、残りは、ロシア通商代表部に所属している。皆、日本語が堪能です。無論、本国で彼らはエリートだ。多くは大。 使い勘下通称代表部敷地内の集合住宅に住むが、中には家賃が30万円の高級マンションに暮らすケースもあるとか、活動はそれぞれ異なり、SVR が狙うのは最先端の産業情報です。また FSB は海上保安庁に人幕を作り、艦隊に関する情報等を取得しています。一方、GRU は軍事全般のネタを集める。例えばですが、 ミサイルを正確に誘導する技術に関わるデータなんかがターゲットです。そのやり口はこうだ。彼らは企業が出展する展示会などに参加し、人幕作りをします。そして、対象者には飲食店で会おうとする。最初はネットでも取れるような資料をくれないかと頼んできます。見返りの謝礼は安くて、クオカード3000円くらいです。そして、機密度の高い資料を徐々に要求し始め、 対価も増額していくのが上等手段だ。企業内部の関係者じゃないと入手できない資料には、10万円程度の謝礼を払います。現金は封筒に入れて手渡しする緩和紙です。スカイを見分ける方法は、名詞、詞は一方で、スカイを見分けるのは存外、難しいことではないとも語る。スカイかスカイじゃないかは、名詞を見るとすぐにわかります。通常の外交官であれば、 文化担当や政務班といった肩書きが記載されていますが、武官であれば、まず間違いなく GRU です。さらに、名刺に外交官とだけ印字しているなら、SVR か FSB なのだという、加えて、動きも通常と違う点検行動をして、未行をまこうとする、いわゆる消毒を行うのです。彼らは、 東京もくまなく知り尽くしている一例を挙げれば、ロシアの工作員は、消毒のために大塚駅をよく利用します。ホームが一つで、その両側に山の手線内回り、外回りの電車が停車するシンプルな構造だからです。降り立つと、同じ電車の降車客が全員、階段を使って改札口へ向かうまで見届けて、さらに端から端まで歩く、そんな具合に、 ホームの顔ぶれを確認してから、数本後の電車へ乗り込みます。なぜ逮捕できない、手強い相手だ。警察はこの厄介な工作員と、日々どう向き合っているのか、基本的には一首行を行い、情報員が誰と接触したかを監視します。協力者を逮捕して、情報漏洩の実態を解明するのが目標ですが、逮捕に持ち込めないこともある。 機密情報を抜き取られる危険があると判断すれば、強制尾行も行います。電車ではつり革を掴んで隣に立つ、トイレで用を足す時にも、わざわざ横に並ぶ、徹底して、見張っているとアピールするのです。端的に言えば嫌がらせだが、その効果は抜群。強制尾行をすると、スパイは協力者に合わなくなるのだ。もっとも、ここで一つの疑問が浮かぶ。なぜ、 本人を直接逮捕することができないのか、ウィーン条約に加盟している国は、スパイでも外交官の資格を有するなら、外交特権を持ち、逮捕できない取り決めなんです。ボガチョンコフ事件、結局、日本は諜報員らのサバ、ル、スパイ天国の汚名を感受せざるを得ないのか、思い出されるのは、GRU 所属のボガチョンコフなるロシア海軍大佐が年、 海上自衛隊の三島海佐を牢絡し、機密情報を入手していた事件だ。三島海佐は密会場所の飲食店で逮捕されたのに、肝心の大佐は席を立ち、事情聴取にも応じず、そのままりにちしたのである、勝チ氏が探索している。政府ができるのは、捜査情報をもとに工作員を、ペルソナノンブラータ、このましからざる人物、に指定し、 国外退去させるだけですが、簡単にはやれない。報復として、日本の外交官が国外追放されかねないからです。もっとも、昨今、欧米各国は相当数の外交官を退去処分にしている。我が国も誰が諜報員かは把握しています。退去を言い渡すことくらい、本来はすぐにでもできるはずです。失敗したスパイはどうなるのか、実際、 つい先日、日本政府もロシア大使館の職員ら8名に退去通告をした。その者たちが、警視庁の監視対象だったというのは専門家も一致するところだ。退去を通告された場合、通知から48時間以内に出国しなければ、外交特権がなくなり逮捕されます。ただし、大体の場合、外務省が大使館にそれを伝えた時点で、彼らは帰国のために荷造りを始める。 そして一日か二日で成田から旅立ってしまいます。だが、工作員たちも国外に逃亡したからといって、安泰というわけではない。ロシアに帰ってから、刑務所に入ったり、言い方が、わからなくなったりするんです。いずれにしても、ひどい扱いを受けることは間違いありません。情報活動はバレたらおしまい。彼らも、命がけなんですよ。失策したスパイは、個国においても、 安住できない定めなのだという。